秋田内陸線岡市内駅で絶景を探せというミッションに挑んだ今回、以前見たことがある大俣川橋梁を渡る電車と川、そして紅葉の3点セットでミッションクリア間違いなしと思っていたんですが、なんとこの絶景スポットは岡市内駅よりも萱草駅に近いことが判明し、振り出しに戻ることに。しかしペンキを塗る石川さんから、小黒行って、はい、ここ行くと橋あるんですよ、はい、そこからの内陸線と古い橋が見えるんですよ、はいはい、との情報をゲット。無事鳥坂橋を発見し電車を待ってみました。来た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 、おーすげー、どうよ、どうですか、ちょっと早っでも絶景じゃないですかこれ、どうよ、いやーすごかったな今、てか近っ。しかし欲しがる番組スタッフから絶景のおかわりの要望が。秋田テレビ社内にこの周辺出身の方がいるそうで、電話で情報を聞いてみることに。もしもし佐藤さんですか。はい、もしもし佐藤です。お世話になります、キャッチアップの浅野です。すいません突然。いえいえ。なんかお菓子の家のご出身だということで。出身はそうですね、岡市内駅に降りてから、うん、歩いていく根っこというところなんですけども。ほう。岡市内はそうですね、中学校高校と6年間通った駅なんで親しみがあります。ほう。佐藤さん、その根っこでこの絶景ってどっかありますか。まあ根っこに行く途中に、ほう、トンネルがあるんですよ。ほう。車1台しか通れないトンネルで、はい、暗いトンネルでイメージ悪かったんですけど、はい、今は綺麗になって LED の電気がついてすごい絶景なトンネルがありますし、だいぶ違いますね昔と今と。 LED 入ってるんですね。はい、はい、それとトンネルを抜けると紅葉の景色も綺麗かとは思います。あ、トンネル抜けたらその景色みたいな感じなんですね。はい、これいいんじゃないですか。ありがとうございます。早速行ってきます、はい、佐藤さんありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。これいいんじゃないですか。ということで、さらなる絶景を求めて岡市内駅前の交差点からほど近い根っこトンネルを目指しました。佐藤さんに教えていただきました、こちら根っこトンネル、こちらの方にやってまいりましたが、見てください結構長いんですよ、すんげえ、ん、ちょっと待ってね、ちょっと待ってくださいね。よは、聞こえます、聞こえます、やっほー、やっほー、これ面白いかもしれない。見つけました、根っこトンネルの楽しみ方。ちょっと奥気になりません？これ何メートルあるの、これ。全長 575.8 メートル、幅 4.5 メートルの根っこトンネルは、根っこ集落と国道108号を結ぶ道として1975年に開通しました。ご覧ください、根っこトンネル展望台。これ日本の里100選に選ばれた山々に囲まれた中に古民家や棚田が広がる日本の原風景を堪能できますということでございますよ。ちょ、行ってみましょうよ。こっちか。これあれね、皆さん、最後まで登りきるまでは後ろ見ない。そうしましょう。うおー、ヘビーヘビー、びっくりした、びっくりした。
ここかな、ここでいいかな。さあ、日本の里百選、こちらでございます。どう、これあれじゃないですか、マチュピチュみたいじゃないですか。日本のマチュピチュ、いいじゃないですか。源平合戦の落ち人が開いたとされる根っこ集落、この地区は熊を狩るマタギの発祥地としても有名です。地域に代々伝わる勇壮な武士の舞根っこ番楽は2004年国の重要無形文化財に指定されました。どうですか皆さん、ザ絶景ということで、無事ミッション今回もクリアでございます。ありがとうございます。